はい、おはようございます。おはようございます。ため息ため息ついたよ今。何のため息ついたよ。お前ら何のため息や。疲れとんかい。疲れたね。あれもう10連休明けのあれちゃん5月病です。あ、5月病のやっぱりなんか多いみたいね。なんか躁鬱に鬱になるやつが多いみたいな。こんな休みすぎたら、ね、休んでないですよ。あのね、うん、でもこの間テレビだっとったわ、はい、自殺する人3月が多いですね、うん、でやっぱり5月も多いね。本当に3月と5月な。5月も多いねって。なんかやっぱりそうか。休み明けから違う、鬱になるやつが結構多いねって。環境の変化、ね、4月から新しい環境の変化、ね、3月がまあちょっと分かるけどね、5月も結構多いねって、うん、やっぱやってあったわ3月の、うん、僕ら逆にね、うん、その今日ちょっと昼このりさんとお話しとったんですけど、うん、うちのこの間バーベキューしてた相方のところがそうなんですけど、はい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 、うちの相方も最近なんかほぼ言うとんねんけど、なんやろ、僕らほら、兄さんと違って家族があるじゃないですか。破ったのか。今の言い方やらしかったね。ジャスミンさん今は一人ですか。うん、一人やけど、まあ娘が一緒ですからね。一人だけね、一人はもう一人になれてないというか。あで、ずっとうちらのチビらも、うん、チビやったから学校があったりとかないからね、うん、ずっと一緒におる状況が続いてるわけです。ここ何十何年、はいはい、20年近くね、はいはい、だからだんだん上の子はバイトやいいだし、うん、下の子もクラブやいいだし、で連休10日ぐらいあった中で2日ぐらい何にもすることない日があったんですよ。ほうで人多いし友達多いしね、でそれでも下の子オンリーやったら、うん、焼き見に行くかとか何かしようかって言うねんけど、もうクラブ行ってくるわって朝から出て行けるし、で毎日朝早起きる癖ついてるし、もう8時ぐらいふっと目覚めてしもて、で何しようかなって。でもその時奥さんもどっちみち仕事休みになっちゃう。いや嫁さんももう連休長いからって、別に土日以外は普通に昼間の仕事とかパートに出てきて、何時間は抜けてるんですよね。あ、もう休みじゃなかったよね。そう休みにしておれへんかったから、ほんなら子供学校行くわ、嫁さん出ていくわ、出ていくわ、仕事やって、上の子はバイト行っておれへんわ、もう一人で目早くから目覚めてるわ、うん、することないし、なんで思っとるよね。そんな時早からうち電話かけてきやがってな。あ、そうなんや。かけてきやがって8時半頃電話もだから 車で一応出てきよるやんか、うん、はいはい、いいよ出てっとって、はいはい、次することないから、うん、電話かけてきてなんか打った喋ってんね、うん、1時間半ぐらい喋ってきやろ2人で。ちゃうね、兄さんとこにかけてる時は、まだ昼からとか夕方からとか、はいはい、なんかがあるから外出てんねん、もう朝じゃなくて、ほんまに2日間ぐらい、全く丸1日何もすることもう家も出んとあったんですよ。ほんならもうね、9時ぐらいから暇でなんかイライラしてこんで、わーってなんで、うわーってなんで、そんな時に限ってもしゃあない、家片付けようとかそんな気にもならん、掃除するとかちょっとすんねんけど、うん、まあでもなんか途中で邪魔くさになってくるし、あーってなんで、もうわーってなって、何しよう本読むとかさ、そんな本なんか読んでてもじっとしとかなあかんやん、もうなんかしかないで、ね、もともとパチンコ好きやってんけど、最近なんかパチンコもちょっと開けてきとんねん、これ土日の住所も混んでるし、うん、いい天気やったし、でもチャリンコでうろうろしようからね、もう一人になれてないから、昔は一人で野球見に行ってたりとか、なんか一人でなんかしようかもあったけど、今ずっと家族、なんせ家族があるじゃないですか。またその言い方や。ほら一人でなるところなんなとするよ。そうでしょ。で、この人も言ってたんですよ、もう一人になれてるから一人でなんなと思う。一人でなんなとする。みんな一人になれてないから。うわ慣れたらいいよ。そうなんや、いつか一人になるって。そうなんだよ、もしそんなに SU に分かってんやったら子供も出てくれんからな、うん、たまにはべっぴんの、べっぴんやの、この奥さん、はいはいはい、べっぴんさんの奥さんのデートでも C やから、嫁さんだからパート行ってもそうやん、その時言ってんだけど、な俺が2日休みやったらちょっとこの日休み取れやもできるやん、そんなまでせえへんやん、2人でたまにはデートしたらええんちゃうのって住んでくる、いや1人で映画で邪魔くさい、一人で行くんだから、それがね、それがね、ほんまにね、一人で行こう思ったら行くんですよ。もともと一人、僕も一人、東京でも一人住んでるし、ただまあ、今日焼き見に行くでと思ってるとするじゃないですか。はいはい、明日今日それやってるわ、一人で焼き見に行ってこうと思うじゃないですか。はい、もうその時点で邪魔くさなってくるというか、一人別に一人で別に無理やん。
にしていくのあんちゃうかなとかなってしもたらまた結局いいよって。ほんなん得意のお風呂行ってんよ。朝からお風呂。朝からお風呂行ってまあまあそれもそうなんですけど、のぼせ、ね、まあその ずっと入るかい、ずっと入ってないから。半身浴目でこれすぐ待ってないさ、岩盤浴みたいなとこそこでも寝たりしよう。寝たりすることもあるんですよ。まあ一日遊べるっちゃ遊べるんですけど、でもね、イライラ、その10時ぐらい、野球始まる1時ぐらいからは、なんか野球見出して、で、なんか、それこそ今、有料チャンネルでいろんな球団やってるじゃないですか。うん、だから、あっちかい、こっちかいしながら見てると、そのキーも紛れて、ずっと乗れるんですけど、はいはい、その10時ぐらいから1時、2時ぐらいまでの3、4時間が、あーって。で、兄さんどうしましょうって、お前パチンコ打てや、そうやったら。あーってな。俺は出ていくんじゃ、とか言ってるのよ。普段、家族と一緒に出たら何してんの？いや別に何もせえへんが、でもなんか気紛れてるというか、まあまあなんか子供ちょろちょろしてきたりとかなんかするだけでもなんかなるじゃないですか。なんか自分以外に人がおったらええねんな。一人でボーっとしてるとね、ハーってなるんですよ。死ね、変わって